こんにちは。この動画を見ているみんな、チャンネル登録よろしく。ゲームを立ち上げてからすぐにこの画面、やめようかな。いや、でも俺は心に誓ったんだ。クソキノコからアーニャを救うために俺はやるぜ。いくら俺がビビリだろうが逃げやしない。それに今回はこのクソキノコに勝つ、確実に勝つ自信がある。なぜなら、そう、攻略を見るからだ。というわけで、おい、クソキノコ、首を洗って待ってろ。ニューゲームって書いてあるんだけど、一応これは前回の続きなのか、それとも、またニューっていうぐらいだから、また1から出直し？わかんねえな、ちょっとそこが、いまいちわからん。ちょっといいや、とりあえず、ニューゲーム、ポチッと。お、始まった。え、さっきのは夢？え？あ、そういう感じ？まさか。あ、なるほど。最初からとかじゃなくて、さっきの夢？おうおう。え？でも夢と同じ場所だけど、なんだか結構暗いけど、早くここから出ないと。あー、なるほど。無限ループ。無限ループって言えばいいのか、夢ループって言ってるのかわかんねえけど、なんか、あ、こういう感じなのね。なるほど。なんか、なんだろう、死んで、なんかこう、全然そこを取り消しとかじゃなくて、あ、ちゃんと続くんだ。こういう感じで。なるほどね。あ、これ考えたね。作ったやつすごいわ。で、あ、もういいんだ、これで。あ、なるほど、なるほど。あ、ちょっと暗いな、ちょっと明るさ調整しよう。よし、明るさ調整バッチリ。ちょっとそういうわけで、攻略を見ながら、あのクソキノコをボコボコにしていくぜ。とりあえずまずやんないといけないことは、絵を見て金庫から電池を取る。あ、なるほど、前回俺がやったのと同じ感じか。絵を見る。これ、攻略には、なるほど、書いてないな。そこは書いてねえのか。そこは、あ、やばい。え、あ、やばい。あ、レベルアップって書いてないってことは、あ、ってことは認識してるんじゃない？夢で見たってことは。いやいや、ぬんちゃん。あ、これ敵って気づいてんじゃない？アーニャ。アーニャ、これは敵ってわかるでしょ？さすがに。お久しぶり。俺、お久しぶりって言ってる。あ、敵と認識してる。これはちょっともう変わってくんじゃない？会話。ひ、あ、ほら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 、もう分かってるもん。お前にやられたって分かってんだもん。で、キノコさん、うわ。いや、なんか、さん付けかわいいな。やっぱり、あれは夢じゃない。そう、夢じゃないんだよ。夢で、怖い。怖すぎる。ちょっと待って、今、鳥肌やべえ、これ。ちょっと待って、夢で終わらせないよって、どこぞのホラー漫画だよ、マジで。え？だって、夢で終わらせないよ。うわぁ、こんな可愛い女の子にそんなこと言ってから、本当に。なんちゃって、冗談だよ、冗談。キノコさん、最後のあれは？あれが僕の最終形態なんだ。いやぁ、マジ、気色悪かった、本当に。最終形態。ちょっと大きくなりすぎちゃったね。ああなると君は動けなくなっちゃうみたい。ごめん。うわぁ、お前、軽く嫌がって、この野郎。お前、ぶちのめすからな、覚えとけ、本当に。でも、あそこまで行くと、僕は自立できるようになって、君から離れることができる。僕も他にしなくちゃならないことがあるからね。他の人間襲うんだろう。お前のやること分かってんだよ。もうそういうの、なんか漫画でそういうのあるから、そういう展開は。でも安心してよ。しばらくしたら、ほら、こんな感じに元通りになるからさ。いやぁ？これ、次の最後の進化の時もまた君はちょっと痛がるかもしれないけど、それもしばらく待てばこうやって収まるから。大丈夫だよね。さあ、行こう。これはどういう風に、ちょっとじゃない。痛かったんだろ。ちょっとじゃないよ。わ、泣いてる。ちょっと、かわいそう。お前、キノコ殺してやる。絶対殺してやる。だって、まだ会話続くんかい。会話が続くんない。テロップをパンパン出すんだよ、そこは。もし君が前回アイテムを持っていたのだとしたら、最後の場所に置いてきちゃってるかもしれないよ。それは教えてくれんの？そこはいいやつなんだ。なんでそんなとこいいやつ出すの？なんかその、アメとムチ、ちゃんと使い分けるやつみたいな。最後の場所、どこだったっけ？最後の場所まで行かないといけないの？だる！でもこれあれなんだ。今気づいたのが、オートセーブなんだ。なんかこう、青鬼とかみたいにいちいちこう、手動でセーブしないといけないんじゃなくて、もう、やってくれると。あー、なるほど。でもこの、キノコの言い方だったり、夢かって言って、なったところから察すると、一応このアーニャは、
なんだろう、前回の時は死んではなかったんだ。だってそういう言い方でしょ。だって夢かってあのアーニャも認識してるし、キノコも、ごめんごめんってあの、また元通りになるって言ってるし、なんだろう、これ同じ悲劇を繰り返すってこと、要するにこの家から出ないとって、そういうことだよね、おそらく。よーし、じゃあおいキノコ覚えとけよ、お前を倒してるからな。じゃあちょっとまず最初にやるべきこと、あ、でも待って、道具を取ってるってことは、え、最後の場所に行かないといけない。え、待って、マジか。え、ちょっと待って、あの金庫じゃ空ってこと。ちょっと歩こう普通に。ちょっと待って待って待って、はいはい、ちょっとこう空、金庫はもう開いて、あー開いてんだ。うわ、ちょっと無駄な8本も使っちゃった。ごめんアーニャ、ごめん。ちょっと8本は重要な300本のうちの大事な8本を使ってしまった、ごめんね。じゃどうしよう、ロープ、待って、じゃあさ、最後の場所まで行かないといけないの。あ、それで最後の場所まで、あーなるほど。で、仮にじゃあ次、またちょっと300歩でちょっとやられたとしても、この、始まりのこの場所に戻っとけば、あとまた、やりやすいってことか。なるほど。ちょっと、最後の場所どうだったっけ？最後の場所、ちょっと行かないと。確かね、ここを通って、これは動くか？電池を回収しようか？いや、回収しちゃまずいんじゃない？しない？で、あ、一旦して、電池を手に入れて、で、そこから、これか。設定、あ、電池、舐めたら痺れた。え、これをこうして、そしたら、あれあれ、待って待って待って、あ、装備できてない？こうして、はい。で、そして、あれあれあれちょっと待って待って、わからんわからんわからん。わからんわからんわからん。ちょっと待って待って。待てよ待てよ待てよ。あれなんでこれ電池使うんじゃないの？はい。で、あれなんで？え、ちょっと待って待って待って。え、あれは、あれは積んだ。積んだ。速攻積んだ。速攻積んじゃった。え、なんで装備してるんでしょ、今。ありゃー、ちょっと待って、やばいやばいやばい。え、回収しない方がよかった？え？待って待って、そういう感じ？わかんないわかんない。やばい。やばい。やばい。いやー、やばい。これ成長する。成長しまう。いかん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 。これは、こればかりは。え、電池は、でも回収してから持ってるってことだよね。あれ？なんで？なんで？え？ちょっと待って、わからん。ちょっと、調べよう。あー、やべえ、わかんねえ。待って、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 待って。ちょっと待って。え？他に行くとこ、ないよね？行けないよね？これ。どうしよう。え、ロープある？いや、ここにあったから。え、最後に死んだ場所でしょ？死んだ場所にはどうやって行けばいいんだ？これ車とかすしかないんだよね。車がさ、動かないんだよ。ちょっと待って待って待って。あれ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 。いかんいかんいかん。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。待って、この車にどうやって電池入れんの？動かねえもん。エンター押してんだよ、さっきからずっと。あれあれちょっと待って。あ、そこ行けたんかい。おい、そこ行けたんかい。その、うわうわうわ、もう顔がおかしくなってる。待って、これさ、これさ、黒いところ行けねえって思うじゃん。みんな思ってるでしょ、そうやってさ。うわあ、もうやばい。だって、半分弱ぐらい使っちゃった。待って、ちょっと最後死んだところまでちょっと道具取り行かないと、これはまずい。ちょっと無駄な歩数使ったわ。待って。どこだったっけ？マジで最後死んだ場所。最後の場所。あ、これじゃない？これじゃない？これは？私？お、ただのゴミだよ。おい、お前、アーニャになんてこと言ってんだ、お前。これは何なの？前の私？じゃあ今の私は？いや、怖すぎるやろ。怖すぎるやろ、マジで。え、これはさ、どういうこと？抜け殻とかじゃなくて？いや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 、あ、アイテム回収した。あ、どういう原理？わからん。全然わからん。じゃあさ、待って。アイテム、死んだ場所にアイテムが、落ちるんなら、最初のところに一旦戻ろう。一旦そうしよう。よー、ちょっと、だから一旦このゲームは、ごめん、アーニャ、ちょっと今回まくれ、ちょっと、捨てさせてくれ。今回は捨てさせてくれ。うわー、ちょっとごめんね、本当に申し訳ない。本当に申し訳ないけど、ちょっと、そうしないと、全然攻略できねえから、ちょっと一旦最初のところに戻るよ。一旦最初の場所に戻る。はいはいはい、ちょっとここで、どうせも無理だから、多分無理だから、これちょっと時間を潰そう。ちょっと申し訳ないけど、やばい。いやー、嫌な感じになるんだろうな。うえー、もう最悪。あ、わー、喋る。は、わー、ぬんちゃん、落ち着いて。う、
いやー、ごめん。マジでごめん。マジでごめん。本当にごめん。いやー、申し訳ない。お、な、こいつ。はい。うわー。いや、現実世界に行ったらね、お前マジでね、素焼きにして食ってたよ。塩焼きにして食ってるところだったよ。いやー、ちょっとごめん。本当にごめん、アーニャ。アーニャ、マジで申し訳ない。こればっかりはね、俺、ちょっと、いや、次のゲームで絶対にお前を救ってみせるから。お前を必ず救って、こいつを、料理して食ってやるから。マジで申し訳ない。ちょっと、今回は許してちょう。今回ばかりは。あー、来た。ごめんねー。マジでごめんねー。マジでごめんねー。ちょっと、あー、申し訳ない。悪い悪い。ちょっとでも一回歩かないとちょっと、進まないから、ちょっと、ちょっと嫌な、嫌だ。なんだよ、俺、気持ち悪い。これ、宇宙のエイリアンだろ、こんなの。あー、いやー、怖すぎる。怖すぎる。な、行かれてんのかい。え、ちょっと待って。えぐくならないよね。一緒だよね、そこは。そこは一緒でしょ？一緒でしょ？あ、いや、なんか、一緒だったけど、なんか別にそれ、安心できるわけじゃねえからね、別に。このゲームで、お前を救ってやる。また、ここなの？ごめんね、ちょっと本当に、これが、これでラストにするから。ここで死んだっけ？あれ？そうだっけ？え？あー、数歩歩いただけでね。あー、来るんだ。来ちゃうんだ。いやー、くっそめー。いやいや、ぬんちゃん、久しぶり。君からするとさっきぶりって感じなのかな？え？いや、やだ。いやー、もう嫌だよ。あらら。まあまあ、ぬんちゃん、落ち着いて。そんなぬんちゃんに今回プレゼントだよ。まずは第一弾。周囲が少し明るくなったでしょ？これは僕らが少し発光できるようになったんだよ。確かにちょっと緑に光ってる。あ、そうだよね。なんかちょっと、なんかおかしいと思ったもん。色がちょっと若干明るいって。ね。どうなっちゃうの？私の体。いや、これさ、別に光ってるからなんだよ。光ってるから別にアーニャ関係ねえから。ん？出戻りキノコを手に入れた。キノコ。なんとこのキノコを使うと、この地点まで戻ってこれまーす。あ、そうなの？そんな便利アイテムお前は何がしたいの？本当に。なに？デスゲームの支配人？わからん。大事に使ってね。さ、それじゃあ歩いた。はい。いや、マジでかわいそう。本当にかわいそう。ちょ、一旦でもアイテムは取らないと。これは、さっきでしょ。私？そう、ここだったかな？ただのゴミだよ。さあ、アイテムを回収しよう。これは、これはさっきと一緒か。これはさっきと一緒なわけね。いや、マジで、ちょっと今回で、やるよ。まだ一歩しか歩いてないんだもん。これならもう、ほぼ歩いてないのと一緒だからね。さて、早速、電池を拾って、箱の下のロープ。箱の下のロープ、これか。回収して、で、左の杭からロープを垂らし、箱の部屋へ。あ、これ、穴なの？ひょっとして。左って、え？そういうこと？ちょっと待って。ちょっと待ってよ、待ってよ。これ、え？え？ちょっと待って。ロープを使うためには、はい。はい。そして？え？待って。そっからどうすればいいの？あれ？ちょ、え、いいか。え？あれ？え？わからん。ちょっと左の杭からロープを垂らし、ロープを垂らすでしょ？え？どうやってやんの？え、待って。ロープ縛ったりぶら下がったり、でしょ？え、待って。え？わからん。え？これ、エンター押す、なるんじゃ、え、こっち？もう動かせないや。違う。それはいいんだよ。あ、これか。どうだ？え？なんで？え、まだわからん。ロープを縛って、え、どういうこと？ちょっと待って、調べよう。あー、なるほど、わかった。ロープを垂らす杭がそもそも違ったんだ。ここじゃなくて、これだ。ここだ。この、そうでしょ？多分ここを調べれば、ロープを引っ掛けてみようかな。あ、来た、これだ。で、降りれるかも。で、そして、そこから、あー、降りた。オッケー。そしてから、次はね、どうすんだっけ？ちょっと、調べながらじゃないとわかんない。攻略によればね、ここを、まず左に行って、で、こうか。あれ？ここからじゃないの？あ、いた。で、ここの部屋の、こうなんか石みたいなの、あ、やばい！ 60 歩歩いちゃった。苦しい思いをしてすまない。苦しい思いをさせてしまって申し訳ない。ただ、もうちょっと我慢してくれ。エンター押さないとダメか。エンター押して、エンター押して、エンター、はい。ちょっと、かかるな、時間が。はい。あ、
これ、あ、待って、え、あれ、あ、ミスター、え、待って、ここじゃなくない、あら、やったか、やっちまったか、まさか、うわ、ちょっと待って、あ、違う違う、ここだ、あー、やばい、やばい、や、いや、ちょっと待って、どうしよう、うわ、取り返しつかない、うわ、待って、やったんじゃね、これ、やらかしたんじゃね、俺、待って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 、まあ、待って、落ち着けよ、落ち着けよ、一旦この部屋出たら、もう元に戻るとかそういうことないよ、ひょっとして。戻って、入れ、また入って。あ、よかった、よかった、よかった。この手前のとこ、置くところはこの手前のところだから、はい、押して押して。で、ここで、こう。で、もう一個は、はい、はい、はい、こう。はい、押して、はい、押して、時間がかかっちゃって、申し訳ねえけど、ちょっと、はい、ちょっと、はい、今度はこっち。これね、間違えたらね、ダメだからね、歩数も無駄になっちゃうから、その分。はい、押して。押して。で、もう一回押してから、ここから、こう、下。下から押すと。はい。これでね、この足場を作るみたいですよ。はい。やばい。またやばいが来た。やばいの時間、やばいタイムが来てしまった。いや、来て終わり。ちょっと待って。はい。で、これで、やっとこの足場を渡れるようになるみたいで、これが、はい、はい。で、ここを行ったら、なんか、こっちにあるんだよね。あ、ん?これは、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ここになんか調べんの?ぬぬぬ。床の隙間に何かある?お、何がある?フロッピー、あ、フロッピーって、あと、これだ、これだ、攻略通りだ。何これ?うん、パソコンの何か?フロッピー?わからん、ちょっと待って、調べてみよう。フロッピーってどれのことだ?デモドレ機能、怪しいキノコ。電池舐めてし、あ、これか。フロッピー、よくわからない。PC 用。PC って何?あはまあ、子供だからね。そこは可愛いね。あーにゃ、お前可愛いね。ちょっとで、そして、今度は、こっから横には、あ、いけないか。だったら、ちょっと、かって、一回わざわざ階段降りて、あー、ちゃちゃちゃ。こう行って、あー、やばい。あと120歩。来た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 。まずいまずいまずい。ちょっと、あーにゃを知らせるわけにはいかない。で、そして、ちょっと待って待って、そこからどうすんだっけ?あ、ここのなんか、レバーみたいなところに、行けばいいのか。おー、来た来た来た。そして入る。そして、何をするんだ?フロッピーを入手してから、あ、ここに、え、ここ?ここ?ぬぬ。え?なになになに?床、椅子の下に本が、あ、椅子の下なんだ。あ、本を手に入れた。なるほど、なるほど。あ、ではよかった。本を手に入れてから、重い。重いか。そんなに分厚い本なのか。そんなに分厚い本をこの女の子に持たせるつもりか。で、そして次はね、確かラジオに電池を入れないといけないみたいで、はい、こっからで部屋出て、あ、これだ、これだ。電池を、ラジオだ、でも動かない。あ、そっか、装備してないんだ。あ、電池が入ってない?あ、電池入れよう。電池、これだ、はい。電池を使って、入れよう。ラジオに電池を入れてみようかな。入れてみる。ラジオ聞く?ラジオ聞く?なんか、情報源が?お?あ、そうそう。こう、これ、これ、これ。最初の、一番最初のこの音楽と、あの、キノコに寄りかかってるアーニャ、これが良かったんだよ。これが良かったのにさ、今さ、やばいことなってんじゃん。ちょっとさ、勘弁して、本当に俺、お前助けるから。で、ラジオに電、これ、曲聴いてなんか意味あんの?ちなみに。ラジオに関してはちょっとよくわかんないから一旦放置して、で、さっきの部屋にちょっと戻らないと戻ってなんかすることがあるみたいなこと言ってたけど、あれ、ここじゃない。あれ?ちょっと待って待って待って。で、どういう風に行くんだったっけ?どういう風に行くんだったっけ?ちょっともう一回調べよう。あー、なるほど。ここか。ここで入れるんだ。あー、ほんとだ。で、パソコンは、どこから触ればいいんだ?パソコンはね、あ、なるほどなるほど。これがパソコンか。あー、やばい。来ちまう来ちまう来ちまう。やつが来ちまう。ちょっと、もうそれ、長いから。長いから、おめえ見てねえから。はぁ、あ。いや、ちょっと待って待って待って。焦れ。私はいいから。え、ちょっと、なんか、おい、ちょっと待って。お前もおかしくなってんじゃねえか、あーにゃ。おい、お家に帰ろうね、ぬんちゃん。ちょっと待って待って。申し訳ない。俺が悪いんだけど、ちょっと待って待って。お前を救うから。このパソコン、動くぞ。あ、フロッピーを使うみたいな。ディスクを入れてください。ディスク?あ、はいはい、なるほどなるほど。ね、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これで、フロッピー。あ、フロッピーってこれ、あ、ディスクのことか。なるほど。はい。これを入れるのかな。あ、動いた。よし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 。いいぞ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 。いいぞいいぞ。ん?扉 C か。なんか調べたらね、なんかで、扉
正しい扉を選べみたいな感じだった。君は、ああ、力、なんて、なおい、おい、わかんねえって、これわかんねえって、これ、しかも長えし、流れるスピード長えから、長いんじゃない、早えから、おい、じゃわかんねえ、世代のな、正解の扉を怖いが開ける、わかんねえって、だから、もう、ちょっと、あれちょっと俺が見たのと違ったぞ。あれちょっとゲーム近くないこれ。あれ、待って。これじゃない。まず、このゲームの意図を教えてくれ。なんだこれ、あるけど、あ、これ、アーニャじゃない？なんか一瞬お猿さんかと思ったけど、このピンクの髪、アーニャのこと？これ、は？なんだこれ？いい、全然わからん。これ、ここはどうだ？こう言ったら、なんだこれ？なんだよ、これは。なんだこれは、ちょっと、これはびっくりマーク。これじゃない？これ、はい。だからな、何がしたいんだ？何がしたいんだ、お前らは。お前らは何がしたいんだ？これ、クソキノコめ。下に行けないんだよ。わかんないね、これが。あ、青リンゴ？ヒント。心の目で扉を見るのだ。君ならできる。なんだ、このクソゲーは。これ、はい。そして、これは何？心の？あの左上のやつは、でもさ、下行けないんだよ。下に行けないの。待てよ。なんだこの意味のわからん、このドレッドじゃねえや。なんだっけ。はい。そして、はい。からの？もう一丁？はい。お？わからんなぁ。全然わかんねえ。なんじゃこりゃ。おめでとう。君は超能力を証明した。我々は君のような存在を待っていたんだ。この画面を写真に撮り、当研究所まで送ってくれ。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。あれ、ゲーム終わったよ。何かが開いた？え？何かが開いた？もうクソゲーはいいか、クソゲーって言ってんじゃねえか。子供にクソゲーって言われてんじゃねえか。おい、クソゲーって言ってるぞ。あんや、クソゲーって言ってるぞ。ちょっと待って。で、次はね、攻略によれば、右の方に、ここから、こうやって行けるのは、こっちか。って言って、突き当たりの右のところにね、なんか、アイテムがあるって書いてあったんだよ。こうか、ここら、ぬ、亀裂にないか挟まっている。亀裂って便利だよね。何でも挟めるから。亀裂ってほんと便利だと思うわ。いろんなゲーム見てても。ドライバーを手に入れた。ドライバーか。使い道あるのかな？ねえだろ。っていうか待って。今さ、攻略で調べたらさ、キノコをさ、切り落とせるなんか、裁断機みたいなのがあるってさ、あ、これまさかひょっとして。これちょっと待って。あと20歩でさ、あんや死んじゃうからさ、ちょっと、これだ。ちょっと、20歩で大丈夫だよね。はい。で、これ、どうだ？裁断機ってわかんの？あーにゃ、裁断機ってわかんの？俺さ、24年間生きてきて、裁断機っていう言葉初めて聞いたんだけど、お前わかんの？裁断機っていう言葉自体。ちょっと、裁断機だ。てんてんてん。どうしたの？キノコを切り落としてみようか。やめておくわけねえだろうがよ、切り落とすぜ。どうなる？お！おえー、ふぅーふぅーやったか何だ ?RPG のキャラクター？やったかって。え？あ、あいつだ。あんなちっちゃくなっちゃって。え？ちなみにさ、このキノコでさ、喉が。ごめん。ちなみにさ、このキノコでどうなの？ごめんね、キノコさん。謝ることねえって、お前。お前何も悪くないんだから。謝れなくていいんだから、あいつは放置。あれ？あ、終わりじゃないんだ。終わりじゃねえんだ。それで、解放されるとかじゃなくて。いや、ありゃ。頑張って、裁断機のところさ、なんか液体ある。なんか人間でいう血みたいな感じ。ん？なんで僕を切ったの？怖な。メンヘラキノコじゃん、お前。なんでそんなこと言う？この女の子にさ、せっかく、ヌンちゃんには親切にしているのに。してねえだろうが、バカ野郎がよ。ごめんなさい。謝んなくていいって。謝んなくていいから、もう本当に。あ、まあでも、
僕は何度でも生えてくるから、気にしなくていいよ。いいよ、そのたんびにね、祭壇家で何度でもお前ぶった切ってやるから。ずっと君と一緒だよ。うるせえ、目開きのごめん。とりあえず、先を急ごう。え、あ、ゼロ歩ってなってる。あー、なるほど。つまり、祭壇機で、歩数リセットできるわけだ。よっしゃ、これは希望見えてきたよ。ちょっと急ごう。とりあえず、次にやらないといけないことはね、あるから、左の部屋に行って、なんか、レプリカの剣を取らない、あ、これか。ドライバーを使う、あ、え、これな、あ、装備してないから、しないといけないか。え、待って待って、普通に聞こう。ぬ、剣が飾ってある。これ使えるかな？あ、キノコ切り落とすためとか？祭壇機行かなくてもいいみたいな？そういうこと？使えるかなーって使えるでしょう。使えるでしょう、これは。ガラスが外せないや。四つ角にネジがあるね。なるほど。さっきのドライバーを使えるわけだ。使えるわけね。よし、これ、ドライバープラス、マイナスはどこ行った？知るか。よし、で、使おう。ぬ、ドライバー使えるかな？こんなか弱い子供がドライバー使ってもほんと立派だよ。で、そして、剣を手に入れた。うわ、強っ。剣を手に入れた。RPG のゲーム？よし、ドラクエ？で、そして、あ、剣は本当に手に入れたの。装備ちょっと変えようかな。じゃあせっかくだから剣にする？剣レプリカ。何も切れない。やったらぜ。なんだそれ。切れねえんかい。だって、一旦じゃドライバー閉まって、ドライバー閉まってからどうすんだ次は。てか調べたらさ、この暖炉の中入れるみたい。ちょっと、はい、入る？入ってみる？中から風が吹いてる。なんで？空間があるのかもしれないね。お前教えんのかい？そこは。そこは教えんのかい？そこはなんか黙ってなんか、いやなんか知らねえけど、みたいな。ごまかすんじゃねえの？それはなんだ、お前のその親切さなんだのさっきから。そう。入ってみる？入るさ。当たり前だよ。で、ちょっと進もうか。進んでいって、どんどん進んでいって、で、そして、なんか、ここから出るみたいだね。あ、やばい。60歩歩いちゃったから、さっきと同じ成長も見たくねえんだよな、なんか。お前出てこなくていいんだよ、ほんとに、いちいちよ。はい、はい、ん？あ、ん？あれ？どっちだっけ？あれ？あれ？え？あれ？進めない？なんで？いや、進めるはずなんだよ。ああ、うわ、なにこれ？さっきの？俺が2回死んだから？いや、そんなもん置くなよ。ここなに？トイレじゃないの？トイレじゃねえわけだ。なんかここにさ、1階の鍵がなんか入手できるみたいなんだけど、これ？ぬ。机の上に何か置いてある。あ！机の向こう側に落ちちゃったね。お前ら性格悪い。机のとこ行っちゃったね、みたいなさ、なんか、わー、こいつクラスにいるわー、もう嫌なやつだわ、こいつさ、しか女の子に取り付いてさ、なんだよ、このストーカー野郎が。ストーカーキノコめ。しまった、どうしよう。あ、これで、なんかどうも攻略によれば、剣を使えばいいみたい。まあ、切れる必要ないってことが要するに。で、この剣を使えば、届く。届いた？やった！お！ナイス！1階の鍵を手に入れて、1階に鍵のかかった扉あったっけ？あるんだよ、実はあるみたいだよ。あーにゃー。鍵が開いた！よし！で、またここからロープで降りる。で、降りて、ここの、ラジオ曲流れてるのに、音楽変わってるぞ。あ、これ。ここで、鍵がかかってる。ああ、そうか、装備しないとダメか。鍵はこれか。一階の鍵、開かない扉が開く。で、これで、はい。この鍵を使えば、開くんだよ。開いた！よかったー。で、はい。ここの部屋入ったら、なんか、パペット人形取らないといけないみたいな。あのテーブルの上で、あ、これのことか。これ、ちょっと待って、これなんかさ、おかしな人形、なんかジブリに出てきそうなやつじゃない？ジブリにいそう、なんだろう、ユバーバに似てる？なんか、顔似てねえけど、服装と髪型がユバーバにめっちゃそっくり。ヒロ、はい。この人形、パペットだ。知ってんの？パペットを手に入れた。ブサイク、素敵。どっちだよ。どっちだよ。褒め殺すな。褒め殺すな、その、ツッコミおかしいわ。ブサイク、素敵。意外と、なんだろう、毒舌なんだね。このアーニャ毒舌だわ、好き。そういう女子いいよ。んで、次はね、あ、なるほど。手にはめて遊ぶ人形なんだね。あ、だからパペットに、あ、だから芸人さん、パペットマペットで言うんだ。そういうことね。なるほど。で、とりあえず、やばいが来るぞ。やばいが来た。ちょっと、てことは今120歩だったから残り180歩。で、次はね、確かね、この下の、こっちかな？こっち階段があるはずなんだけど、あ、そうそう、ここ。ここの階段を行って、で、この扉に入っ
って、で、次はね、確かね、なんかこの部屋さ、調べたらなんか罠があるみたい。これ大丈夫？ちょっと待って。攻略通りにちょっと行ってみよう。ここまで。ここまで行って、そしてその後に、ね、まあ、待てよ。ちょっと調べながらだからね、ちょっと。こう行って、で、ジグザグにこう行けばいいみたい。こうやって、行って、あ、やばい！いや、今ちょっと罠引っかかったかと思った。よかった、あれは。でもやばいよ、それにしても。120。まずい。そこの上にある銀色のところからなんか鍵が拾えんの？ぬ、何か置いてある。地下の鍵を手に入れた。地下の鍵。地下ってどこから行くんだろう？一階のところに隠されているのかもね。教えるんだ、お前は。なんか、いいやつにも見えるけどな。でも、お前はね、お前のした所業は絶対許されない。スイッチを、あ、このスイッチをなんか4回押さないといけない？うんともすんとも言わない。壊れてる？もう、今一回押したの？一回押したっていうカウント今。うんともすんとも言わない。壊れてる？で、3回目。うんともすんとも言わない。壊れてる？で、最後。4回目。うんともすんとも言わない。壊れてる？で、これでいいんだよね。で、ちょっと待って、次はどういうルートで行きゃいいんだ？次のルートは待ってよ。ちょっと見ないとわかんないから。待って。回す？大回し、少し大回しでバルブを回す。あー、なるほど。ここか。ちょっと待って、これバルブの引き方をね、待ってよ。んで、ここでバルブを回すみたい。バルブをひねっても何の反応もない。反応ないの？反応がないで合ってる？反応ないで合ってんの？ちなみに。ちょっと待ってよ。待って、スイッチがなんか押され、なんかちょっとよく作動してないみたい。それっぽいよ。作動されてないっぽいよ。待って。でも地下の鍵使ってるでしょ？あれ？待って。なんちゃん、また積んだ？また積んだ？あ、これあれだ。1階の鍵だ。俺が今装備してんのは。地下の鍵じゃない。俺が今装備してんのはこの1階の鍵。あ、これだ。地下の機械の鍵。あー、これね、これ使わないといけなかったんだ。なるほど。で、はい、押す。うんともすんとも言わない。壊れてる。え？あれ？いや、そんなはずないでしょ。そんなわけないでしょ。あれなんで？なんで？え？おかしくね？うんともすんとも言わない。壊れてる。いや、モードとか出るはずなんだよ。あれ待って、人形装備してるっぽいぞ。なんかどうも。見た感じ、パペット魔法使いよって手にはめて遊ぶ。はい。待って、4回じゃなかったんだけど、ちょっと1回これでやってみよう。バブルをひねっても何の反応もない。あれ？なんかおかしいぞ。なんで？あーでもな、さっき生き方ちょっとミスっちゃったからな。ひょっとしたらそのせいもあるかもわかんない。あ！待って、ない。あれ？ミスった？え？どうやら部屋の隅に運ばれるみたいだね。何か原因があるのかな？あー、それが罠か。ちょっと待って、さっきさ、ちょっとどうもね、間違ってたっぽいんだよ、ルートを。まずこう行って、で、そしてその後にジグザグ行ってから、そっから、こう行くみたい。こう行って、そして、これ鍵を入手して、で、これスイッチを4回。うんともすんとも言わない、壊れてる。これ変わるか、これ。壊れて、はい。うんともすんとも言わない、壊れてる。で、もう一回うんともすんとも言わない、壊れてる。そしてよ。やばい、あら！まずい。あと60歩しか、猶予はない。いかん。え？あれ？なんでだ？おかしいぞ。これは？あれ？ちょっと待って。鍵やっぱ使わないといけない、どっかで。え？いや、なんもないぞ。ひねっても、何の反応もない。あれ？あー、やばい。まただ。やっちまった。ごめん。あー、なるほど。わかった。あー、最悪、これ。あれだ。攻略しられたら、2周目、3周目はそもそも使えないって。なんじゃそりゃ。なんだよ、それ。ボス無駄にしたじゃんか、完全に。まずい。だとしたらよ。だとしたら、この、今までの、やりとりつか、この歩数、全く無駄だったってことだから、待って、どうしよう。一旦この部屋を出て、あ、待って待って、どう行くんだっけ、ちょっと待ってよ。階段を、あ、この階段を普通にまず降りて、下に行くんだ、この、こっから左曲が、喉が終わる。ん？なんだ？おえ、え？出口？そんな、玄関に錠前があんなに、ああ、これ、あ、三つ、あ、ほんと三つもある。あらら、あからさまな錠前だね。
お前が用意したんじゃねえの？違うの？鍵を探さなきゃ。帰る。私は絶対家に帰るんだ。そう、それ大事。その心を大事にしろ。うんうん、その駅だよ。なんちゃん、おめえ誰だよ。お前はなんだよ、それ。きっと屋敷内鍵があるはず。隅々まで歩いて回ろう。おー、こいつの立ち回り、立ち位置のわからん。全然わからん。ねえじゃねえ。ねえじゃねえ、ほら、なんか、まあ、なんか、複雑そうな顔してるからさ。え？待って待って。で、この部屋に入るんだろ、確か。入って、あれ？あ、ここのちょっと色が褪せてる部分、ここに行って、あー、やっぱり、ここだけ、なんか変だ。あ、気づいたね。頭いいね。その年で。おー、来た。あ、はしごが出てきた。すげえな。すげえな。どうやって床をどうしたんだ？ノコギリでも使った？はい、降りよう。一旦降りて。え、これさ、歩数やばいって、マジで。え、待って待って待って。セキュリティ。本に挟まってたらカードキーで解除できます。え、あ、これか。このパスコード？うわ、えない。え、何？あの子何？え、真っ白。顔真っ白。なんじゃありゃ。え、ちょ、一旦じゃこっち。カードキー、またはパスコードを入力してください。カードキーは持ってない。パスコード言ったっかな？パスコード、あ、書いてある。3、7、5、6、4、2、7、からの9。これで、いける。やった！あ、来た来た来た。で、あ、これ入って大丈夫なのかな？入って大丈夫？ちょっと待って。攻略見ながらだから。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、入って大丈夫っぽい。入ってからその後に、これ歩数無理だろう、多分。これ多分、え、裁断機とかある？ちょっと待って待って待って。一旦ちょっと、いや、この部屋入ろう。一旦この部屋に入って、攻略ではなんて書いてあるんだ？この部屋の結構上ら辺に裁断機があるみたいだけど、残り18歩じゃどうしようもできない。これ、どうしよう、あの、キノコ使った方がいい？出戻りキノコ、スタート地点に戻る。怪しいキノコ。これさ、どうしよう。これでも一回使ったら終わりとか、そういう感じ。一回ちょっと上まで行ってみよう。上までちょっととりあえず行ってみて、いや、95、あー待って待って待って、96、98、99、あー待って、ちょっともう使おう、ちょっとよくわからんけど、これ使う。出戻りキノコ。え、使っていいの？ちょっと使う場面なんかちょっと確認して、一旦攻略見て。いやー、でもスタート地点に戻ったところで、結局行き着く先が、この場所なら、アイテム持ってたって一緒ってこと？そういうことになるのかな？どうだろう。でも、多分ロープとか多分そのままだと、になってると思うから、鍵も多分そのままだと思うから、どうしようかな。一旦ちょっと申し訳ない。このままで、いか、出戻りキノコ使うか？一旦使ってみるか。一回ちょっと使ってみよう、お前。で、使って、スタート地点に戻る。目覚めた場所へ戻る。はい。そしたら道具はそこにあるから。はい。そして、出戻りキノコなくなった？あー、なくなった。へー。じゃあちょっとこれで、ごめん。ごめんね。ごめん。じゃあ地獄が始まるけど、申し訳ない。ごめん。本当に悪い。俺多分めっちゃ最悪で最低なことしてる。もう子供虐待って言われても俺はもうちょっと、もう否定しない。これはもう、マジでごめん。ごめんとしか言えねえよ。ぬんちゃん、ありがとう。やっと3つ揃ったよ。え？ 3 つ？これでやっと、拡散の準備は整った。3つってどういうこと？ぬんちゃん、君には感謝してもしきれないよ。え？あー、いやもうやめろって。やめろって、それだからさ、それ、わ、また笑ってる。え、なに、え、なに、え、なんか、3つだと変わる？変わる？画像。なに？え？あれ？あれ？え、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 え？え、キノコしかない。キノコしかない。え、あれ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 、ちょっと嫌な予感がする。このキノコまさかアーニャ？え？なにそれ？この意味深な終わり方。ちょっと、うわぁ、ちょっともうちょっとやりたいけどな。ちょっと結構時間経っちゃってるから、一旦ちょっと今回これで終わりにするわ。でも、俺は、忘れてねえから。アーニャを救ってこの記録をぶちのめすから。今回は確かにね、攻略見ながらっていうのはあったから、いや、メロお前いけただろっていう意見があるのもそれはもう否めない。でもね、ちょっと初めて結構ここまで進めたから、ちょっと勘弁して。これはマジで。でも、次の動画で絶対アーニャを救ってみせるから。次の動画に期待してくれ、みんな。今回はこのくらいで見逃してやるが、クソキノコ、お前、次の動画で覚えとけよ。またな。